これはですね、2009年から2021年まで、超 A&G でやってた、まあ、オタクラジオで、もう大好きで、19歳から31歳まで、12年間聞いてました。今、みんなご存知の、マフィアカジタってね、アニゲラ出身で、最初は SP 田中っていう名前だったの。もう、アニゲラ聞いてた人は、みんな、カジタはわしが育てたって思ってるよ。もう初期から見てる人ほど、もう本当にでっかくなったなーって感慨深い。私もわしが育てたって思ってるもん。まあ今はシン・ゴジラ出たり、庵野秀明に会えたり、ネトフリーのシティハンター出たりしてるでしょ。まあ憧れの声優さんとかクリエイターには大体会えてるでしょ。でもあの見た目のインパクトがなかったらここまでいかなかっただろうね。髪の毛あったらこうはならなかったかも。カジタのフォローが2万人いるのは、まだ全然無名でちっちゃかった頃に、まあフォロー返ししてた名残だよね。今ってみんな何でカジタのこと知るんだろう。ソシャゲの生放送とか、あとワシャガナからかな。で、ラジオの一番最初のゲストが、小野友樹だったの。最初のゲストが、12年後、最終回のゲストでも来るって、少年漫画みたいな熱い展開になってまして、もう最終回の頃には、めちゃくちゃ売れたんよね。ジョジョ出て、クロバス出て、遊戯王出て、その間に谷山起生とも会えて、こんなことあるんだなって感慨深かったよね。で、カジタが、杉田さんと中村さんの BLCD 聞きましたよって言った回があったの。びっくりしすぎて、その時近くの土手を散歩しながら聞いてたんだけど、ちょうどセブンイレブンの明かりが見えるこの辺。って聞いた瞬間、どこにいたかまで覚えてる。まあ、アニゲラって大体ガンダムの話とかしてて、こう、ふんわり聞いてたのが、急に、うって、自分の領域まで来た。普通さ、毎週のように会ってる先輩同士のね、BLCD なんて、こっぱずかしくて、聞けないでしょ。どんな鋼メンタルやねんって。杉田が知り合いのエロ漫画読むの気まずいって言ってたのを覚えてるんだけど、知り合いっていうのはまあ福田先生のことなんだけど、もうカジタは頭がおかしすぎて笑いが止まんなかった。私、声優の知り合いなんか一人もいなくても共感性羞恥やばくて、気合い入れなきゃ聞けないのに。で、これはスカーレットっていう CD で、私も持ってるんだけど、怖くて聞けてない。もう15年ぐらい積んでる。まあ、原作がね、別にエロとかないけどね。普通のドラマ CD みたいなもんだと思うけど。けどなんか、これ今プレミア、いや、駿河屋で800円で買えるわ。800円って、8000円にしとけよ。杉田が、俺が出たホモの CD で、で、BLCD の話をすることがたまにあって、私はホモって言葉が好きじゃないんだけど、話題にしてくれてるだけですっごい嬉しかったんだよね。やっぱね、中の人からすると、子供たちに夢を与える、少年漫画の主人公をやりたくて声優になろうって思ったわけで、別に BL とか出たくないだろうし、こう男リスナーが多いラジオでさ、あんま言いたくないじゃん。まあ、これで、ホモの CD ってものがこの世にあるんだなーって知った男リスナーもいたんじゃないでしょうか。なんでユリ CD は全然ないんでしょうか。ちなみに大振りのアニメやってる時に、放送期間中は夜長との BLCD 組まないでくれって言ったらしくて、もうそれ見た時、本当胸が苦しくなった。申し訳ございませんとしか言いようがない。で、アニゲラの放送期間中に、カジタと岡本信彦がやってるフォーゲーマーってラジオが始まって、まあ、カジタの方が年下なんだけど、タメ口でいいですよって言っても、ずっと敬語で喋られてしまうっていう悩みを抱えてたよね。まあ、龍が如くの見た目してるから、年下っていう概念が破壊される。で、岡本信彦がシコリンって呼ばれてて、カジタとのカップ名がつるしこって言うんだけど、夏コミで俺とシコリンの本出てたみたいっすねって カジタ本人がアニゲラで言ってて、読みたいっすねみたいな。で、私も買いました、つるしこの同人誌。だ、みんなほのぼのというか、ギャグ本ばっかだったよ。だ、私の知る限りでは R18 はなかったです。まあ、通常は生物同人誌が本人に認知されてるってとんでもない大事件だけど、まあ、杉田も梶田もオタクコンテンツを全部愛してる人間だから、まあ、エロ漫画は読むけど、BL は気持ち悪い、嫌い、みたいなのがないっていうのがこっちもわかるからさ。だから、つるしこの話とか、もう腹の底からくっそ笑ったし、
ホモの CD とかって話題に出してくれるの、嬉しさしかなかった。もう全然バカにして言ってるわけじゃないってわかるから。だからフォーゲーマーはね、カジタとシコリンの距離感が、いつまでもよそよそしくて、まあ、共感性周知を感じてしまい、私はあんまり頑張って見てはいなかったかな。ちなみに DGS の初期のほんと1回目とかって、神谷にめっちゃトゲがある。え、これ聞いてる方が気まずいんだけど、みんななんとも思わないのって思ったね、当時。高校生だったけど。で、ディアガールストーリーズってまだ続いてんだ。2024年で一番びっくりしたこと。2007年から続いてるってすごくね？どんだけ人気なん？そう考えると私、男性声優の生もの同人誌結構持ってるかもしんない。こう好きなの多くて沖縄まで持ってきた。スカーレットの右左は私の解釈一致でした。で、私の好きな本が、こう中村が売れるためにこう自分のことをよく話題にしてくれている杉田を利用するが、杉田は中村のことが好きなので、みたいな結構シリアスで、え、こんな辛いの嫌だ。幸せなのしか見たくないって思うんだけど、なんか読んじゃうんだよな。まあ、カジタもずっと、え、お二人って付き合ってるんですよね的なこと言ってたし、まあ、逃げらの話だから生物話できるんだけど、この本、カジタ持ってると思うよ。この二人はね、杉田の誕生日にどっちかの家で仲良く配信して、まだユーストリームの頃かな？中村がちょっとトイレ行ってくるわ。で、全然帰ってこなくて、それ PSP GO を黙って買いに行ってて、誕生日おめでとうみたいな。配信中に杉田が PSP GO 欲しいって言ったんだっけな。これ結構伝説で、界隈に衝撃が走ってたね。てか今、ユーストリームってどうなったん？タイバニのリアルタイム配信の思い出がめっちゃある。私がめっちゃ同人誌買ってたのは、タイバニの頃までだね。2011年。で、中村雄一はアニゲラに何回もゲストで来たんだけど、中村が来た時だけ、杉田の様子がおかしいのよ。毎回。あんま喋んなくなるというか、なんか緊張してんの？みたいな。特に初期はそう。ずっと思ってた私。で、もともとアニゲラよりも前に、スパロボラジオで、僕の友達の中村くんってやつが、すっごいいい声で、って押しまくってて、こう遠藤正明さんを困惑させてましたね。ジャムプロジェクトのね。誰？みたいな。で、杉田の宇宙人語を全部拾えるのが中村だけなんですよね。だから中村か杉田のどっちかが結婚したら、私ちょっと寝込むと思うわ。ショックすぎて。まあもう結婚してるかもしんないけど、別に公表してないだけで。で、カジタは結婚しそうな気がするけどね。ね、仕事柄オタクとの出会いしかないしね。なんか当時の友達に、いやもう公表してないだけで、もう別に結婚してるっしょって言われて、いや、もうそういうのはね、理論上は分かってるけど、ショックなもんはショックなんだよ。で、この二人に関しては、10代の多感な時期に浴びすぎたのもあり、夢と現実の区別ついてないから、もうある日突然二人が養子縁組しましたってニュースが飛び込んできてほしいわ。で、一時期、杉田と梶田が同じマンションに住んでて、池袋だったかな？ストーカーなわけじゃなくて、アニゲラで言ってた。カジタがパスタを茹でないで、そのままバリバリ食うような人間だったから、こう杉田がね、豆に牛丼差し入れで持ってってあげたりして、あれは本当に助かったし、ありがたかったって言ってたね。こうオタクの友達同士で一緒のマンションに住むの、すげえいいよなって、ほっこりした。憧れだよね。で、ブッピガンっていう番組があって、これ全部 YouTube で見れるんだけど、これもフォーゲーマーがやってたやつ。なんかアニゲラの最終回付近で、カジタが、あれって YouTuber の走りだったよねと。300万再生とかされてるし、あのまま続けてたら、絶対でかいコンテンツになってたって後悔してた。もう11年前だからみんなめっちゃ若くて笑える。ジュクシー空いててっていう映像コンテンツもやってて、これはカジタの汚い家を掃除しに行きますみたいな。多分有料で、私これニコニコで見てた気がするな。いつもラジオで曲流すんだけど、カジタが、それでは聴いてください。サヤの歌より、サヤの歌とかって書き始めて、また急に100キロ先から自分のとこまで弾飛んできたみたいな。あの主題歌もサヤの歌ってタイトルなんです。これも散歩でどこを歩いてる時だったか。ピンポイントで覚えてる。もう井戸言える。エロゲの曲も普通に流すラジオだった。で、ジョイマックスも何回か来たから、キラルの話結構したんじゃないかな。全然覚えてないや。
なんだっけ、不快に眠る王女のアバドーンっていう同人エロゲがあって、これホモドーンって呼ばれてんだけど、杉田がこれ大好きらしくて、アニゲラでもよく話題出て、こう好きが高じて、なんか知らんけど作品紹介のナレーションやってんだよね。こう作者の方と知り合いとかじゃない、完全にただのファンだと思うよ。くっそーじわじわ来て、こうどっからどう見てもエロゲーのナレーションを率先してすなみたいなね。BL 展開もあるらしい。普通に男性向けのエロゲなので、デフォルトではオフになってるらしい。私もこれ買ったんだけど、いろんな意味で怖くてやれてない。DL サイトとかで買うと、Steam の購入欄に載らないから、存在忘れるよな。で、杉田の一般人の友達が普通に来るラジオで、こうアニゲラにたまに来てた麺店長っていう人が、秋葉原でカレー屋さんやってて、こう聖地巡礼的に行ったんだけど、私その時弱虫ペダルハマってたんで、連れのいとこがね、総北ジャージ着てたのよ。で、麺店長が、金城さんみたいだねって言ってくれて、安本さん昨日食べに来たよみたいな話をしてくれたような気がします。お店の中にサインがいっぱいあった。看板のこれが梶田で、奥が杉田ですね。アニゲラリスナーとしてはプラック一回行ってみたいって絶対思うから、行けてよかったな。最近の Google レビュー、オタクの人が集う店なのか、知らない方のサインがいっぱいありました。知らない方、平日だから空いてました。オタクらしき人もいなかった。これ面白くて、私的にはコラボカフェと同じ立ち位置なんで、オタクじゃない人が来ることの方がびっくりだな。そっか、普通にカレーの名店として食べに来る人が多いんだなと。あー、ちょうど10年前だ。すごくね。この動画2024年9月に出してるのすごくね。ホームメイドラ族ってコーナーがあったんだけど、ほんと懐かしいわ。私の青春だわ。常連リスナーといえば、あの右さんですかね。あの日受けた右ストレートの痛みを僕はまだ忘れないさん。こんな感じで、ペンネームも大喜利大会で、面白い人が多かった。ブルコドラク一番ひどかったな。リスナーの最近興奮した出来事を募集し、マフィアカジタに判定してもらうコーナー。カジタが興奮したって判定した時に押すボタンの音声がひどかったな、本当に。で、日本地図が全くわからないカジタが、その日本地図を書くコーナーもあったけど、自分も全然地理わかんないから普通じゃねと思ってた。私も日本地図全く書けない。あー、ディアボリックラバーズとか懐かしいわ。すごく平川大輔のイメージある。アニゲラでは、坂巻彩人の話を杉田が結構してた気がする。緑川さんがって言ってた気がする。まあ、アニゲラ放送中、リジェット全盛期だもんね。で、まあ、梶田は無名の頃から12年間杉田とラジオやって、まあ、売れて知名度が出たわけだけど、今、なぜか中村とわしゃがなやってるでしょ？絶対杉田寂しいと思うんだよ。絶対にそうなの。もう絶対そう。なんか、仲間外れみたいなさ、だから、わしゃがながたまにおすすめに出てきたりすると、ちょっと切ないの。どうしてこうなった？寂しいじゃんか。っていうか、アニゲラが終わらないでほしかった。で、私はアニゲラで育ったんで、まあ、わしゃがなとか、杉田の個人チャンネルとか、まあ、ツイッターのリプランとかね、男からのコメントばっかだろうなと思ってたの。アニゲラのいつもの投稿メール的な、2チャンネル的なノリの。そしたら、女子ばっかなのね。びっくりした。まあ、言われてみたら、男性タレントには女性ファン、女性タレントには男性のファンがつくって当たり前なんだけど、未だに違和感がある。絵文字多めのキラキラした女子力高いコメントって、アニゲラとの乖離がすごくて、で、内田祐馬くんのリプランとかだったらしっくりくる。中村さんこんばんはとか、そういうんじゃねえんだよな。いやもう来れないよ。来れないよな。実家のような安心感。だこういうので溢れ返ってると思ってた。もしかしてインプレゾンビかなって思ったら、ちゃんとした人間だったってこと多い。もう善良なオタク女だった。まあ、杉田中村はアイドル声優によくある歌手活動してないじゃない。キラミューンにも入ってないでしょ。キラミューンってまだある？アイドル的に売ってるわけじゃないから余計に。で、内田祐馬くんのリプランとかだったらしっくりくる。本人たちも女性ファンからのコメント別に嬉しくないと思うよって言うと語弊があるけど、いや本人は絶対嬉しいんだけど、男からのコメントの方が2倍嬉しいと思う。同じ性別のファンの方が嬉しいやんね。AKB の握手会とかに女の子が来てくれたら、アイドル本人はめちゃくちゃ嬉しいやんね。
アニゲラも女性ゲストの回つまんないもんな。下ネタ自重しないといけないから。私はこの男だらけのしょうもない世界に介入しちゃいけないな。介入した途端につまんなくなるって分かってるから、別にラジオにメール送ったりしないし、YouTube のコメント欄に書いたりしないもん。もう女が介入しちゃいけないよねって気持ちをすごい持ってるな。で、わしゃがなもどう考えても男性向けでしょって思うけど、実際は女性の視聴者の方が多いんだろうな。てか、杉田の会社のホームページ、いろいろ、え?って感じだったんだけど、今マシになってんのかな?梶田にも突っ込まれてたよ。いや、もう見てる方がもう、で、問題は、東京エンカウントなのよ。まあ、おっさん二人がただゲームしてるだけなんだけど、あれ、ほんと、円盤化してほしい。毎回ゲームするから、権利の関係で、絶対無理なの。ATX 入らないと見れないんだけど、誰が入んの?ATX なんて。U-NEXT とかアマプラ入ればアニメなんていくらでも見れんだからさ。だから東京エンカウントを見るためだけに加入してる人多いと思う。私も実家にいる時一時期そうだった。誰か録画焼いてくんないかな。録画したのをブルーレイに焼いて送ってくんないかな。もし円盤出してくれたら5万でも買う。梶田 DL サイトに1000万くらい課金してるらしいよ。100万ならわかる。1000万もエロ同人買うものある?エロ同人だけで1000万も使える?こう商業のエロ漫画の方がコスパ良くない?っていうか、アニゲラが終わらないでほしかった。何を言われようが、これが私の生き方だ。嫌なことから逃げてたって、誰かを笑顔にできるんだ。